はい、こんにちは、116インズです。今回は昨日まとまったマリナーズとキーナ・ミドルトンとの契約に関してと、それから MLB 全体で、いくつか契約がまとまりましたので、今回はまとめ動画のような形でやっていきたいなと思います。まずはマリナーズとミドルトンとの契約に関して話していきたいなと思うんですが、マリナーズ先日レンジャーズからトレードでラファエル・モンテロを獲得して、ブルペンのテコ入れというところを始めたんですが、その翌日ですね、エンゼルスからノンテンダーで FA となっていたキーナン・ミドルトンと1年契約を結びました。金額は80万ドルとめちゃくちゃ安い契約となっていまして、昨年でいうところのカール・エドワーズ・ジュニアのような契約なのかなと思っています。で、ミドルトンは出身がワシントン州の隣にあるオレゴン州のポートランドとなっていまして、高校も大学もオレゴン州ということで地元出身の選手なんですよね。で、しかもマリナーズファンだったらしいということで、小さい時マリナーズを応援していた少年がこうしてマリナーズに入ってくるというのはなかなか感慨深いものがありますね。ミドルトン自身 FA となった後、マリナーズが興味を示しているという話を聞いて、マリナーズを選ぶことに関しては迷いがなかったと語っています。では簡単に今回獲得したミドルトンという選手について紹介していきたいなと思います。2013年ドラフト30名指名でエンゼルスに入団したミドルトン、2017年に MLB デビューを飾りまして、この年新人ながら64試合に登板、防御率は 3.86 とエンゼルスブルペンを支える活躍を見せました。ミドルトンはなんといっても90マイル後半のスピンのよく効いた速球が非常に魅力的なピッチャーでして、2018年の開幕はエンゼルスのクローザーとして開幕したんですけれども、ただこの年トミジョン手術を受けることとなってしまって、結局16試合にしか登板することができませんでした。そして2018年と2019年の大半をトミジョン手術のリハビリに当てまして、2019年のシーズン後半に復帰、11試合にしか登板できませんでしたが、7回3分の2を投げてわずかに1失点と1年以上のブランクが空きましたが、うまい具合に復帰できたようですね。ただ今シーズンのミドルトンは昨シーズンの防御率とは全く対照的な成績となってしまって、13試合で12回7失点防御率は 5.25 と結果を出すことができず、8月末にマイナーへ降格すると、そのままシーズンが終わるまで MLB に昇格することはできませんでした。防御率の面では成績は振るいませんでしたが、ただ今シーズンは非常に短いシーズンでしたし、12回とサンプルが少なかったのが影響した可能性は高いと思うんですけれども、ただエンゼルスはこのミドルトンとの契約を来季結ぶことはせず、ノンテンダーして FA となっていました。ということで今シーズン成績が振るわなかったため、彼の地元の球団であるマリナーズにやってきたわけですけれども、ただ今シーズンのミドルトン決して悪いことばかりではなかったと思うんですよね。それが平均球速に現れていまして、ミドルトンのルーキーイヤーは平均球速 96.9 マイルだったんですけれども、トミージョン手術明けの昨シーズンは 94.1 マイルとかなり球速が落ち込んでいました。ただ今シーズンは平均球速 97.1 マイルとサンプルが少ないとはいえキャリア最速を記録していまして、確かに今シーズン防御率の面では振るいませんでしたが、球速の面ではトミージョン手術からの復帰順調に進んでいるんじゃないのかなと思いました。で、トミジョン手術を受けた選手の中には、本来のピッチングを取り戻すまでに数年かかる選手も決して珍しくはないので、今回のミドルトンも今シーズンこれだけ球速が戻ってきたのであれば、少なくとも今シーズンほどひどい成績にはならないんじゃないのかなと個人的に期待しているところなんですけれども、こちらはどうなるでしょうかね。怪我の影響でルーキーイヤーを除けばほとんどまともに投げることはできていないミドルトンですけれども、ただ怪我さえなければ2017年くらいの成績は残せる選手だということはすでに分かっていますので、クローザーでの経験もありますし、様々な場面での活躍に期待したいですね。今回の契約は80万ドルと大変安い契約となっていまして、マリナーズとしてもローリスクハイリターンを期待できる契約なのかなと思っています。で、さらにこのミドルトンのいいところとしてはマイナーオプションがまだ一つ残っていまして、来シーズンもマイナーに落とすことが一応可能なんですよね。もちろんミドルトンがマイナーに落とす余地のないぐらいの活躍を見せるのが一番ではありますけれども、ロスターの柔軟性を保つという点でもマリナーズにとってもプラスの要素がたくさんある契約なんじゃないでしょうか。子供の頃マリナーズファンだったミドルトン、実は現在のマリナーズの GM であるジェリー・ディポトはエンゼルス時代にこのミドルトンをドラフト指名している GM なんですよね。ミドルトンからすれば自分が好きだったチームで、かつ自分をドラフトした GM の下で今回プレーすることになりましたが、地元のためにも、また自分をもともとドラフトした GM のためにも、ぜひマリナーズのユニフォームで頑張ってほしいなと思います。はい、ということでここまでがミドルトンに関する話なんですけれども、ここからは昨日まとまった他球団の契約についても話していきたいなと思います。
まず昨日エンゼルスですね、マリナーズと同様にブルペン補強を行いまして、ブルワーズからノンテンダー FA となっていたアレックス・クラウディオと1年総額$1,125,000で合意しました。エンゼルスの候補の補強ポイント、投手陣全体なわけですけれども、昨年特に左のリーフ陣がかなり左打者相手に苦戦していまして、非 OPS がなんと9割1分6厘、左のブルペン陣がなかなか相性的には有利なはずの左打者を抑え込むことができていなかったんですね。そこでエンゼルスとしても、もともと左のスペシャリストとして活躍していたクラウディオに目をつけたんだと思いますけれども、このクラウディオ対左打者は通算の非 OPS 5割5分6厘とかなり左バッターを得意にしているピッチャーです。で、今年からルールが変更となりまして、投手は最低でも3人のバッターと対戦する必要が出てきましたので、クラウディオも左のスペシャリストだけでやっていくわけにもいかなくなってしまったんですが、ただ左打者ほどではないにせよ、右バッターもそれなりに抑えることができていましたので、基本的にはエンゼルスが求めているものを提供できるピッチャーなのかなと思っています。今年はだいぶ下がってしまいましたが、通算のゴロ率 61.9% とホームランの心配が少ないという点もまた魅力のリーフですね。最近は何かと球の速いリーフが多くなってきた MLB ですが、クラウディオのように少し変則的な選手をオプションとして持っておくのは決して悪いことではないのかなと思います。はい、続いてはレイズの話題ですが、レイズ昨日マイク・ズニーノと1年総額$3,000,000の契約でズニーノの残留が決まりました。もともとレイズはズニーノに対して来シーズンのオプションを保持していたんですけれども、$4,500,000のオプションを破棄してズニーノは FA となっていました。なので、もともとレイズが持っていたオプションの額と比べますと、今回の契約の$3,000,000はレイズからすれば$1,500,000の節約に成功したとも言えるのかもしれません。で、レイズは現在40人枠にズニーノを除くとキャッチャーが1人しかいなくてですね、ズニーノを FA にした時点でキャッチャーの補強は必須という状況ではあったんですけれども、ただレイズとズニーノの双方は再契約に向けてかなり前向きな姿勢を始めから持っていたようでして、ズニーノも残留に関しては出場機会を期待できることと、また勝てるチームでプレーできることから、そこまで難しい決断ではなかったと話しています。ズニーノはバッティングに関しては一発を打てるのは魅力的ではあるんですが、相変わらず打率が1割台とあまり打撃面で計算のできる選手ではないんですけれども、ただ守備に関してはチームや投手陣からの信頼非常に厚いなと、レイズの試合など見てますと感じる点はありましたね。今年レイズがワールドシリーズに進出したのも、このズニーノが投手陣を支えたという部分も間違いなくあるんじゃないのかなと思います。ただスタッドキャスト上のフレーミングの指標において、ズニーノはここ数年悪化傾向にあるんですよね。ここが今後ズニーノがレイズの守備の要としてプレーする上で少し心配な点かもしれません。レイズとしてはできればもう一人信頼のおけるキャッチャーを獲得しておきたいところではありますが、このあたりレイズがどう判断してくるのか、この後の動きも注目してみたいですね。では続いて最後の契約となりますが、ジャイアンツがアンソニー・デスクラファニーと1年総額$6,000,000で契約しました。デスクラファニーは今年までレッズでプレーしていまして、ただ今シーズンはキャリア最低の1年を送ってしまいました。9試合33回3分の2を投げて、防御率は 7.22。もともとホームランが多い選手ではあるんですけれども、今年は予視球率がキャリア平均の 2.5 と比べますと大幅に悪化してしまいまして、今年は 4.3 と、例年と比べますと無駄なランナーが増えた結果、一発で大量失点してしまう、そんな場面も増えてしまったのかなという印象です。ただ今シーズン振るわなかったデスクラファニーですが、昨年2019年は31先発で防御率は 3.89、 1年間なかなかの成績でローテーションを回したこともありますので、ジャイアンツとしては復活にも期待しての今回の契約なのかなと思っています。ジャイアンツは昨年のオフも、これまた同じくレッズから FA となっていたケビン・ゴースマンと1年契約を結んでいまして、でそのゴースマンが今年先発で活躍しましたので、チームとしては同じルートをデスクラファニーに期待しているのではないでしょうか。またレッズの本拠地グレートアメリカンボールパークはバッターに非常に有利な球場となっていまして、特にホームランのパークファクターは MLB の中で最も高い水準となっています。いわゆるホームランが出やすい球場で、ホームランを打たれやすいデスクラファニーがずっと頑張ってきたわけですけれども、ジャイアンツの本拠地であるオラクルパークは割とピッチャーに優しめの球場ですので、単純にレッズから移籍するだけでもある程度の成績改善というところはもしかしたら期待できるのかもしれません。ジャイアンツからすればバウンスバックすれば儲けものと考えているかと思いますが、ただ今シーズンこれだけ散々だったデスクラファニーが600万ドルの契約をもらえるのは、やはりこのオフの先発市場が非常に高騰していることがよくわかる契約なのかなとも思いました。ということで昨日の契約を駆け足でまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。今後もたまにこういった形で契約のまとめ動画というところを上げてみたいなと思っています。またその他にも今後も MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。